皆様ようこそお越しくださいました。善喜と申します。今回ご紹介させていただきますのはバンダイさんの食玩すみっこ暮らしコレクションカード組になります。すみっこ暮らし皆さんお好きですか？私いい年こいたおっさんですけども結構好きです。で今回はバンダイさんのカードが入った組ということになります。でボックスなんですけれども正面こんな感じで、まあ、なかなかこの状態で買ってこられるという方もそういないと思いますけれども、この1ボックスで全20個入りで、内容としてはグミトレーグミというやつは、まあ、形状は全3種類なんですけども、カードは全14種類なんですよね。まあ、20個入りで14種類なので1箱で梱包できるとは思うんですけれども、まあ、ここに商品の特性上同じものが続けて出たり全部が揃いにくい場合があります。うん、なんとか20個入りの箱で全部揃ってほしいところですけども、まあ、ボックスは正面こんな感じで一周ぐるっとこんな感じは特になんてことはないですね。納品用の箱ですので、では早速このままの状態ですけど開けてみたいと思います。まあ、ここに書いてる通りに開けた方がいいですね。指掛け穴のどこに指入れて、引き上げてください。ベリベリベリっとよ、こんな感じで、お、貝らしい。まああとはここですね、一周ぐるっと、まあ、せっかくなんで店頭で置かれてるようにやってみたいと思います。よいしょ、こちらか、よいしょ、でここを切り取ってこんな感じですね。お、すみっこ暮らしのグッズというか紹介するの久しぶりなのでなんか懐かしい気がしてしまいます。ではパッケージ一番左手前の方ですね。デザインは全部同じですね。正面こんな感じでエビフライの尻尾、ニセツムリ、これトカゲですかね。でこれがペンギン、あとはトンカツとか猫とかシロクマがいます。フロシキはこれ広がっちゃってるんですかねこれ。でグミがピーチ味、グミの形は全9種類ってことですね。でキラキラな可愛いホログラムカード1枚というで、裏がこんな感じで、あ、ここにカードリストがありますね。シロクマ、ペンギン、うんぬんうんぬん、お話カード、おまじないカードとちょっと名称からして謎なものがありますけども、ちょっと気になるところですよね。じゃあ早速開けていきたいんですけども、一個一個やっていくとめんどくさいので、その真ん中も仕切りも取っちゃおう。上だけ全部切って出しやすくしておきます。では開封が終わりましたので、早速一つずつ順番に開けて中のカードご紹介してまいりたいと思います。ではまず左の一番手前、一袋目。まずは、こちら、じゃん、お、グミ。かわいいですね、このデザインも。大きいのとちっくらいのが3つ入ってますね。まあ、後でゆっくり食べさせていただきたいと思います。では、本命のカード、一袋目は、じゃん、お、エビフライの尻尾。裏、こんな感じ。まあ、グミでちゃんと個包装されているものなので、ウエハースと違ってカード直に入ってますね。出してすぐにこう並べることができるようになってます。硬いから食べ残された。トンカツとは心通じるとも。いろんなプロフィールとか説明を書いてあります。お持ち帰り袋とかトマトを添えてなんてありますね。まずは、エビフライの尻尾。では、どんどんいきます。二袋目が、じゃん。お、トンカツ。あれ？これちょっとキラッとしてますかね？あれ、さっきエビフライの尻尾もしてましたっけ？あ、してますね。なんかこのキラキラっとした、あ、綺麗なカードですね。お肉 1%、脂肪 99%、すごいですね。裏こんな感じ。イバラの尻尾の次の棚にトンカツ入れてなんかいい感じがします。では、3袋目。じゃん。ん？これは？なんだろう。番号どっか書いてある。あ、11番って書いてあるので、11番はここのラインナップで言うと、お話カードってやつですね。ほん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 、ここにお話が書かれております。覗いてみませんかとか。裏側の感じ。こんな3階建て、屋根裏もありますね。この建物の食感もなんか欲しくなりますよね。こんなん見てると。こっちが表かな。で、これは3枚目。次が4袋目。じゃん。お、トカゲ。いいですよね。トカゲじゃないんですけどね。好物、魚。特技、泳ぎとか書いてあります。ほら、こんな感じ。続きまして、なんか倒れてきた。5袋目。じゃん。タピオカ。いいですよね。
皆さん、タピラナイって替えたご存知ですか？最近よく聞いてます。裏こんな感じ。そして6袋目がじゃん。お、白熊。あ、ちゃんと風呂敷きますね。大事、風呂敷って書いてあります。裏はこんな感じ。あ、ほこりもここに書かれてますね。特に絵を描くこと、趣味お茶。この辺ちょっと知らなかったですね。そして7袋目がじゃん。お、これはおまじないカードってやつですね。このカードを枕の下に置いて寝ると夢にすみっこたちが出てくるかも。あ、そんなおまじないあるんですね。みんな寝てます。で、8袋目じゃん。風呂敷。もう風呂敷も単品で出てるんですね。使い方、場所取り、なんじゃそりゃって気もしますけども。ほら、こんな感じ。かぶってますね、白クマ。で、9袋目が、じゃん。お、ペンギンですね。まあ、これはペンギンじゃないですけどね。どこが、あ、あったあった。好物、キュウリ。これですね。ほら、こんな感じ。めっさ食ってますね、キュウリ。昔こんな感じだったような。なんか頭乗ってますよね。で、前半戦最後。10袋目が、じゃん。ん？これは、お話カードですかね。隅っこマップ。なんかこれ盛りだくさん書かれてるんで見てて楽しいですよね。裏はこんな感じ。ナンバー9なので、これそうですね、お話カードですね。前半戦終了。じゃあ後半戦参ります。11袋目。じゃん。あれ？これ被ったな。ん？あ、裏違う。ナンバー12。先ほどのやつはこれナンバー11だったんで、こっちのデザインはさっきと同じなのかな？ちょっと見てみますけども。あ、違う。色が違いますね。それに配置されてるキャラクターも違いますね。あ、似てるけど違うんですね、これ。3枚目出たのと同じかと思いましたけども。微妙に違ってました。で、これもお話カードってやつですね。12番なので。ほら、こんな感じで色々書かれております。次が12袋目。じゃん。お、隅っこおまじない。好きな人の名前を書いたら両思いになれるかも。あ、ありますね。あいあい傘。相手の名前、自分の名前、ちゃんとこう書く欄が空いてます。ほら、こんな感じですね。お母さんに会いたいな。残さず食べてね。こんな願い事書いております。なんかちょっとここのおまじないとは違う気もするんですけれども。で、13袋、倒れてきた。よいしょ。13袋目。じゃん。お、これまたちょっと違いますね。これは、隅っこツアー。あ、旅行ですね。こういうのいいですよね。見て楽しめます。裏こんな感じ。いろいろ書いてありますね。でもお話カードってこう文字が多いですね。いろんな情報量が多くて楽しいです。で、14袋目。じゃん。猫。あ、まだ出てなかったんだ。隅っこキャラクター。爪を研ぐ。好物、猫缶って書いてますね。裏にこんな感じで。どっかにダイエットがどうのこうのっていうことは特にここは書かれてないんですかね。なんか他のキットの方でそんなとこ書かれてましたけども。次、15袋目。じゃん。ペンギン。あ、これはさすがに被りましたね。20個入りで14種類なので。うん、キュウリ食べてます。16袋目。じゃん。エビフライの尻尾。あ、これも被りましたね。いっぱい詰めに出たやつですね。裏はこんな感じ。まあ、先ほどご覧いただきましたね。17袋目。まだ出てないのあるのかな？ちょっとちゃんと把握してないですけども。じゃん。とんかつ。あ、これも2枚目に出たやつですね。なんか、ここと同じ並びで出てくると、次またこれ出てくるんじゃないかって不安になりますけれども。18袋目。じゃん。これは、ナンバー11。あ、かぶりました。あれ？ってことは、この3枚目のやつですね、ここは。ちょっと置き方が違ったんで、ね、同じように置いときますか。ということは、次にトカゲが出てきたら、ちょっと笑っちゃいますけれども。19袋目。じゃん。おう。なるほど。前もなんか、プリキュアのこういったカード組みやった時そうでしたけども、ランダムじゃなくって、また規則的に入ってるんですかね、もしかして。ってことは次がタピオカってことですよね。ラスト20袋目。じゃん。うえ。おう。
タピオカでしたね。ということはちゃんと順番通りに並んで入ってるので20箱入りだったら必ず全種類コンプってことなんですよね。では出たカードをナンバー順に並べ替えてみたいと思います。順番通り並べるとこんな感じですね。一番右端に縦に並んでるのは、まあ、ついでだったら並べましたグミとレイの3種類ですね。こんな感じの3種類が入っておりました。でカードの入り方なんですけども、先ほど開封の動画の終盤で、あ、また同じラインナップ来たなんて言ってましたけども、改めて開封を私ので見直したらちょっと違うんですよね。一番目の袋で出てきたエビフライの尻尾から14袋目で出た猫まで、ここまではもうかぶりなしでストレートで全14種類が出たんですけども、その後でなぜか9袋目に出てきたペンギンを1枚挟んで、また1枚目のエビフライの尻尾から5番目のタピオカまでが連続で出るというような構図になっておりました。なので規則的に入ってると思いきや、なんかちょっと違うランダム要素が入ってるっぽいんですよね。ただもし他のボックスも同じような構成であるとすると、まあ箱で買えば当然全種類揃うのはそうなんですけども、全体的に封入数が被る可能性が非常に少ないカード、要は1個のボックスの中で1枚しか入ってない可能性が高いカードというのが、おまじないカードの枕のやつと、あと風呂敷、ここの2枚ですね。この2枚がもし同じような並びプラス今回のボックスのような、まあ、1個ランダム要素を挟むっていう風なラインナップで入ってるとすると、少ない可能性が高いって感じですかね。ただ同じカードが連続して出るってことはないものですから、先ほどご覧いただいたボックスの状態ですね、横方向に買わずにこう縦に 2,3 個買う分には絶対被らずに違うカードが出るという風な気がします。まあこれ絶対ではないです、私が勝手に分析しただけですので、まあ買われる時には参考までにというふうに思っていただければいいなというふうに思います。すみっこ暮らしコレクションカード組はこんな感じでした。というわけで今回はバンダイさんのすみっこ暮らしコレクションカード組ご紹介させていただきました。やっぱり可愛いカードっていいですよね。キャラクターのカードについてもいろいろプロフィールとかたくさん書いてありましたし、お話カードとかおまじないカードは結構情報量も多かったですし、まあ、おまじないカードなんて実際それやってみても楽しいかもしれません。で、先ほども偉そうに講釈されましたけども、カードの入り方の規則性ですね。まあ、あれについてはあくまでも私が購入したボックスの場合だったということだけで、他のボックスの方も規則的に入っているっていう保証はないものですから、あくまで参考程度にというふうに留めていただければなというふうに思います。なかなか今は外出もままならない時期ですので、まあそうは言っても日用品とか特に食料品ですね、ご購入するときには、まあ今回の商品食玩でお菓子コーナーに売ってますので、すみっこ暮らしがお好きな方はそちらの方にちょっと立ち寄って 2,3 個まとめてご購入されてみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画はここまでとなります。よろしければチャンネル登録合わせまして私の他の動画の方もぜひご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。